三之助の稽古漏洩というこの部屋は、えー、私の持ちネタ、そんなに数々あるっていうわけじゃないんですけども、えーまあ、あるんですよで。それをひっくり返してみようということなんですね。もう忘れちゃうんです。とにかく、なんか覚えればなんか忘れる。年々、再々それがひどくなっていくという、そういうことでございますけども、今、まああのー、今、 私のパソコンの中に入っているそのネタの、まあ、メモですなそういうものをランダムに引っ張り出して、えー、いきなり初見ほなんだろう忘れてるってことは、まあ、初見に近いことになりますねそれを読みながら進めていけばなんか落語っぽいことになるんじゃないかとそういう試みの部屋でございます今日は土曜日で、まあ、お仕事されている方も、えー、そうでない方もいらっしゃると思いますが ちょっとの間、えー、お昼前のこの時間ですねお昼にやらないようにしておりますなるべく皆さんがお聞きになりにくい時間を選んで、えー、突然始めてますそれからちょっと花粉がひどいですねこのとこね、えー、花粉症私もだいぶいいんですがさすがにこのピークの時,間あの時期というのはなんか喉に来ているなっていう感じもするし午前中だし あまり喉の状態もよくありませんがそんな悪条件のもとで、えー、とにかく、うん、やってみようというそういうことでございます。でね今日は何やってみようかなと思ってもう分かんないから目つぶってピッて刺したものが「幸い <laughs>、えー、というお話なんですね。えー、あやってなかったねしばらくっていうネタではありますがこれをいきなりやってみようと。 いうふうふに思っておりますんで最後までお付き合い,いくださいませ途中から聞いた人はこれ何なんだろうねよくわかんないだろうねまあとにかくやってみますねまあ甲府位っていうのは私は、えー、と平成16年に覚えた話なのでまあもう15年ぐらいたっ15年じゃ聞かないか18年ぐらい経ってるっていうことですかねまあ折に触れやってはいますが ここを12年全く手をつけていなかったので、まあ、忘却の彼方もいいところですな。なあ,あ、できるかな？まあ、やってみましょう。よくあの愛園起源なんということを申しますが、ハマグリとホタテは鍋で巡り合い、ハマグリとホタテと元は同じ海にいてまあ、そこで遊んでたのか苦労してたのか。そこんところはよくわかりませんが。 まあいずれにしても同じ海にいたもん同士がどういうわけかお買い上がってまいりましてそれがまた料理屋の鍋の中で一緒になるってんですからまあ考えてみりゃ不思議なもんですそこにいるのはホタテさんじゃないのおおおいそういうおめえはハマグリのハマ子久しぶりだなあいや俺はお,おめえからおめえのことは好きだったんだよ ここで会ったのも何かの縁じゃねえか。あ、あ俺たち一緒になろうじゃねえか。おあいに行く様、ま。あたしもうシャケちゃんとできちゃったの。えシャケとできたあっちゃーなシャケねえなんてそんなことは言わないんでしょうが。まあいずれにいたしましても海にいた者同士が同じ鍋で巡り合うという。これも一つの縁ということになりましょうか。おーおーおい金行、何をしてやんだてめえは。 人様の頭へ手なんぞあげちゃいけねえ。おおおいおいお,お,おいこの野郎よさねえか銀行親方あは何もねえ虫の居所悪くてこの野郎殴ったわけじゃねえんつよ話聞いてくださいよ足はが仕事してましたらね黒い手がニューッと伸びつきあってなんだろうと思ったらこの野郎っすよウの花の桶、OK、へ手突っ込んでむしゃ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 食らってやんだよそれからあんまり腹当たったもんつすからねついパカパカっと言っちゃっておいおいいくら腹当たったからってな 人様の頭なんざい手あげちゃいけねえやら。おいおい、お前さんもそうだよ。そうやって商売もんに手を出すからそういうことになるんじゃねえか。気ぃつけなくちゃダメだ。どうも、あいすいやせんでございやす。いい、こちらの方どうぞおごらねえでくだせいやし。 悪、えー、いのはわしの方でございますんで、いいえ、停止したことはございません,んで、殴られたのは八つだけでございますから、あそのうち痛かったのは三つだけで、なんだよ、おい。見たところ、お前さんなんだな。江戸の人じゃないようだな。いいえ、わし、甲府でごぜやす。甲府甲府のどこだいいいえ、甲府の、 ああ、ああ、税の山でございますな。ああ、甲州って知ってます。おお、甲州知ってるよ。おうおう甲府か。甲府ってえと、私も知り人がいくたりかいるんだがな。お前さん、甲府のどこだいえへ、え、へ、甲府ってえやしても、甲府の税の山ん中でやして、ええ、へへ、えへ、お話申し上げやすってえと、 わし、ごく小せいうちに二親に死に別れやしてそれから今地までおじおばの手で育ててもれやしたいつまでもおじおばの世話になるのは心苦しいなんとか江戸へ出て出世してと思いやしてただそんなことをおじに話したところでやめとけっ言われるのはこら分かりきっておりやすそれから 書き置き残して飛び出してめいりました途中身延さんへ寄って願掛けして三年のうちに江戸で一人目になれやすようにえー、えー、え何、ー、とかしてもらえてってお願いいたしましたああ,ああ、それから江戸へ出てめいりやしたのが昨日残ってございます昨日 うんじゃあお前さんまだ江戸へ出てきたばっかりかいあの浅草の観音様ちゅうところが大変,大変に流行るところだと聞いておりやしたなるほど行ってみると大勢人が出ておりやしてなこん中にわしの出世の糸口くださる方がいらっしゃるかもしんねえー、中見せちゅうとこぶらぶら歩いておりやすと 向こうから来た男にドーンと突き当たられやしていやそん時は気がつきやせんでした後で懐へ手入れてみやすとせいふがなくなっておりましたああ空きんちゃっけりだしどい目にあったねえで何かい残らずやられちまったのか、えー、何しろひとっところにまとめておきやしたんで根こそぎでやして それから一文なしでごぜやすから、はたごに泊まるわけにもいかねえ、えー、どうしたらよかろうか、ああしようか、こうしようか、それともどうしようか、歓迎ているうちに、あの、夜が明けてめりまして、それからこちらの目を通りかかりやすと、うの花の桶から白い毛布がぽん。 あんまり腹減ったもんですから悪いこととは知りながらつい手が伸びたようなわけでございましてどうぞご勘弁くだせいましてそうかいそら気の毒だったないやいや江戸ってところはな他国の人に言わせると生きぬ間の、ね、目を抜くようなとこだったがそら災難だったでお前さんなんだね 今、話の途中で、身ぶさんへん掛けよったなんてことを言ってなすったが、ごうしはホッケかいいへい。<laughs> わし、代々、日練習でございまして。おお、そうか。そらいいな。いやいや、あたしがね、ホッケなんだよ。<laughs> ホッケもホッケ、バカなホッケでな。<laughs> ホッケの塊か <laughs>、うん。そうだよ、今日ちょうどおしきじゃねえか。 こういう日に同州のお前さんが飛び込んできてくれたってのも何かの巡り合わせだよ。おいよく来てくれたな。あそうだ。お前さん腹すいてんだろ。なじゃあ上がって飯食ってきな。ええー、大したもんはねえんだ遠。遠慮することはねえ。ばあさん。ばあさん。話聞いてただろう。この若いしな。なんか食べさせてやんな。うん。いや、そうだ。さっきお商人様にあげたお膳があったろ。あれ下ろしてな。ちょいちょいと繕い直して何でもかまわねえやな。 うん、さあさあ、ほら、お前さん、遠慮することはねえんだ。あまって、飯食ってきな。はあはあはあ、ほら、どうもありがとうごぜやす。あ、はあ、おかみ、おかみさんでごぜやすか。はあ、これはこれは、おはちにお目にかかりやす。ちょいと、お前さん聞いたかいこの人の挨拶を。おはちにお目にかかりますってさ。よっぽどお腹すいてんだね。あの、あたし、お給仕しませんから。 自分でいいようにやってちょうだいよ。おいおい銀行何をしてやんだよ、覗いてばかりやって。ほらほらほら、お客様が来てるじゃねえか。おえあ,あどうもいらっしゃいよしえ。何に差し上げましょうか。ええ、お豆腐を味噌汁にかしこまりました。えそちらさんはええ、お豆腐をやっこに切りますかええ、ちょっとお待ちくださいよし。ええ、そちらの方はああ、そぎでございますかええ、そちらさん、生揚げ。あ どうもすいません。生揚げは今日早いうちに切れてしまいましてね。あ、油揚げじゃいけませんか。ああ、そうですか。ああ、どうもすいませんでございます。金庫、そちらにな、油揚げをつつ包みして、ああー、伊勢屋の小僧さんだよ。あ今ね、一生懸命やってんだよ。うん願望どきがね、今80とまとまった。あと20で一足になるから。そしたらこちらからお持ちしますからって、ね、晩さんにもそう言ってくれ。ああ、下滑るから気つけてな。ああー、そちらのお客さん。えー、どうもありがとうございます。ええー、ちょっとお待ちください。 「この親方が江戸っ子紀商でございましてお店はなかなかに繁盛しておりますなおい和芸師どこ行くんだよお鉢抱えてえお鉢洗いますいいやいいやそんなことしなくたってそんなのはみんなばあさんにやらせんだよえおお鉢洗いますおいばあさん おめえ、まさか古い方のおまんま出したんじゃねえだろうな。え炊きたてです炊きたてって今朝どのぐらい炊いたんだよ。二章おい、さっき金庫が食っただけだろ二章のおまんま金庫の残りそっくりやっちまったのかおい。はぁ、あ。<laughs> はぁはははこら、驚いたな、おい。えー、いいんだ、いいんだ、いいんだ。わけえうちはそのぐらいの方が帰って頼もしくっていいや。いどうした、わけえしえー みんな食ったか、はあはあごちそうさんでごぜやすもうおじぎもできねえくれいただきやしたはあはあここのところまでおまんまが集まりやして口が開くと喉のところにおまんまが見えますよ親方見ますかええ、別にみんなくたっていいよそうかいいかいいねおよく食べてくれたよおいええ で、お前さん、これからどうするつもりだいや、もし国行けるってんならまあ、ロギング令は私が用立ててあげましょう。ただね、俺はお前さんにあげるわけじゃないよ。うちだってそうそう楽なわけじゃねえんだ。まあまあ、なんかの俺に返してくれりゃいいんだが、どうするつもりだいえ、ええ、ええ、わし、あの、国には経りやせん。き置き残して参りましたし、 身延へ願掛けしてみりました。今更国へは帰れませんで、あのー、江戸にはよっし,しょうちゅうところがあるそうでございますが、ほうほうほう、そら人形町の脇だ、えー。そこ行くと、京安、えー、口入れ屋があるそうで、えー、そこで方向口探して、それきっかけになんとか江戸で出世がしてと思いやして、 えらいね、おい、この人は。はえいやいや、そうじゃねえよ。おう大概のもんだったら江戸へ出てきて、出し抜けに巾着切りなんか出っ食わしちまったら、そら、気折れがして、まあ、国け帰りたくなるもんだ。それ、お前さん、なんとかもう一度頑張ってみようって、えほら、よいよいよ、土産型けんだよ。そうか。うん。どうだろうな。 どこで奉公しても同じとは言わねえがな。もしよかったらうちで働いてみねえか。なというのはな、そこにいる金庫がこの間うちから何でもうちの方の都合でもって島をもらいてえなんて言ってきててな。まあうちとしても奉公人探さなくちゃならねえと思ってたんだよ。そこへ同州のお前さんが来てくれるってんならうちはもう願ったり叶ったりだ。どうだんよかったらうちでしばらく働いてみねえか。 こら、どうも。ありがとうごぜやす。いえ、こちらさんのようなご親切さんで使っていただけるんでしたら、こんなありがてえことはごぜいやせんで。そうかいいい,いそ、いいんだな決まるだなよーし。<laughs> でね、お前さんに頼みたいってな。店の方はあたしとばあさん。それと今、表へ出てるがな、娘のお花っていうのがいる。これでまあどうにでもなるんだ。お前さんに頼みたいってのはね、 売り子なんだよ。まあ、ただねこの売り子ってことになると重たい荷を背負ってあっちの町内からこっちの町内と歩ってもらわなくちゃならねえんだがどうだいできるかええー、わし体の方は丈夫意識でございますからそら心配りやせんがただ売り子ちゅうことになると初めてのってございますうそうだな難しいことがわしにできますかどうか、えー 難しくはねえんだよ。やる気さえあれは誰になってできるんだ。豆腐屋の売り声ってな、まあどこのうちでも体験決まったもんでな、豆腐生げがもどきと、まあこういうふうにやるんだがな。 まあこのがんもろきってえのはな,なそのうちによっていろいろ入れるもんがかっつくるんだ。うん人参だのごぼうだのは細かに刻んで入れるこれはどこのうちでもやってるんだがなそのほかにしそのみを入れたりけじのみ入れたりなんかするえ、でねあたしんところはねごまを入れるんだ。ああごまってな、体にいいそうだ皆さんにたっぷり召し上がっていただこうと思ってなうちじゃふんだんにごま使ってるだからな売り声の方もかっつくるんだよ。 豆腐生揚げというところを、ごま入りがもどき、と、まあ、こういうふうにやるんだおい。どうだ、おいできそうかああ、<laughs> そうか。ああ、そうだ。まだ名前も聞いてなかったな。お前さん、名前はなんてんだい <laughs> わし、あの、全吉ってやして。全吉さん。うん、さんか。よし。じゃあ全さん、明日ったら頼んだよ。 あぐる日になりますと言われた通り、重い荷を背負ってあっちの町内からこっちの町内へとうご参りがもどきこの前吉という男は、 山育ちではございますが人間に愛嬌がございまして長屋の神さんが洗濯してるってえとおかみさん「ああ洗濯でございますかあちょっくらまじなせわし今水汲んできやすから」なんてんでわざわざ荷を下ろしてせっせと井戸から水を汲んでくる子供が路地しゃがんで泣いてるってえと「おお坊やどうした」泣くでね「泣くでね泣くでねあ、ほらおじさんが菓子やるでほらほら泣くでねだぞ」。 懐へ買っておいた一文菓子を子供にやる。もう行く先々で神さんと子供の商売がよくなりますな。まあ、商売というのは昔も今も変わりはありませんで、かみさんと子供に受けたらこんなに強いものはありません。おとっつぁんなんざもうどうだって構わねえんですよ。え、ね、え。先々の時計になれや怖き言うと。あの豆腐屋さんが来たからもう何時だ。 あの荷売り屋さんが来たからもう昼時分だろうなんと言われるようになれば一人前だそうでございます。またお豆腐というものはおつなもんでございますな。ええー、季節を問いません。暑いね今日は。ええー、どうだよおい、こ庫で一平なんてのはいいねおい。やろうやろう。夏場うまいもんでございます。寒いね今日は。ええー、どうだおい、湯豆腐で一平いっぺいねいいね。い,いねイゴイゴなんてんで、冬場もうまいもんですな。季節を問わないという。 また、この食べてみるとおいしくって、体によくって。なおかつ値段が安いという。ね、お豆腐というものは、実に素晴らしい。いい別にこれ、豆腐屋からいくらかもらってるわけじゃないんですがね。ただ、まあ、いくらうまいもんでも、おつなもんでも、のべつということになってくると、話は帰ってまいりますな。あ、うかうかうか。うか、何代何代じゃねえんだろう、ね、ネロ。どうなってんだよ、このごらよ。 何やってそうじゃねえか、お前え。え苦しも苦しも朝から晩までのべつまくなし豆腐ばかりじゃねえか。朝は目覚ますと豆腐のおつけだよ。白馬はガンモにいたんだろ夜は揚げに大醐おろしってんだよ、おめ俺、これはめ言夕言ったら体浮いちゃうよ、おめもう一丁いとおめえ、腹にたまるようなものはねえのかよ。あら、そうかいだってお前さん好きだってからさ、好きだったってお前のほどってことがあるじゃねえかよ、おめえ。のべつはよしてくれってんだよ。あら、そう。飽きたの。 うーんじゃあ明日からお豆腐よすよ。あ頼むよ。人そうしてくれよ。分かったよ。じゃあ明日はねおから煮ておくからなんて言って何にもなりませんな。月日のたつのは早いもんで3年という日がたちました。おいばあさんばあさん。あさん <laughs> いやー驚いたねうちの善行には。あら大当たりだったな本当にね。 いい売り子が来てくれたと思ってさあたしも喜んでんだよあの子が来た自分方々に借金があったんだよそれがさあっちが減りこっちが減り今じゃすっかりなくなっちまってほんとにいい人が来てたとくれたと思ってさまったくだなええ、これもお祖っさまのしきあわせだゆんべもな俺らはばかりに起きて手洗おうと思ったら 井戸の方で水を汲むことはすんだよ今自分一体誰だろうと思ってみたらな善光だあ,あ頭っから水をかぶってお祖様は拝んでるまたその拝み方が憎いじゃねえかどうぞ親方のご商売が繁盛できますように好みが出世できますようにってななかなかできるこっちゃねえぞいや俺はなこのところ考えてることがあるんだよ ってのはうちのお花だ、うん。売っちゃっといたらそろそろはた歳になる。ないくらなんでも向こうをもらわなくちゃならねえ、えただな。どうも見ず知らずのもんがうちへってくるってな、気がすまねえんだよ。そこ行くとなあの前後えあさらまあ、方向人じゃあるがな人間も正直で働きもんだ。あれがうちの向こうになってくれたらいいんじゃねえかと俺は思ってたんだが。がどうだろうな そうかい <laughs> いやあたしもねおんなこと考えててそうかいおいこッハこらいいや,いやおめえがいいってんならなこの話はもうまとまったようなもんだよんじゃあなんだなあ女は女同士ってことがあるからそのうちにお花にそれとなく気持ちいい聞いといてもらってよえなえもう聞いといた なんだよおいバカに手回しがいいじゃねえかえな何つってたそれがねお父さんとお母さんがよろしいんでしたらあたしは構いませんどうぞよろしくお願いします」って下向いて真っ赤になってさ畳のの字書いてたよ。<laughs> そうか、こらいいや。よしよしよし、えー、こらなんだぞおい。あんまりみっともないこともできないからな。一つ料理屋かなんか頼んで、好きなわったらパーッとにやかに、あ、趣味あげようじゃん、ね。ちょ、ちょっとお待ちよ。お待ちてんだよ。どうして気が早いんだろう猫、ね、の人は。何があってそうじゃないかさ。ねえ、善行がなんていうかわからないだろ。う。なんだその善行がなん,なんていうかわからないって。おい、ちょっと待てよ。 それじゃあ何がおい。あの野郎、この話に不、不平不満があるって、何、何言ってんだい、この人。おい、ちょっとお待ち、ちょっとせ、ちょっと、着せるなんざ持ち、持ち、も持つんじゃねえか。あの野郎、勘弁できる。おう前行前行え、え、親方、お呼びでございますかてめえ、三年目のことを忘れやったかえあの自分、うちにいた金庫にうの花くらったてめえ、頭、ぽか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 殴られて、大きな世話だしょう てめえにな、うちの娘、とやかく言われるような覚えはねえんだっしょ。それはいくらバ,バアに似て気量が悪かろうが、バさんに似てめえ、え、良がよくなかろうが、なんだよ、この人は。なんだって私を敷き合いに出すんだよ。え、そうやって一人でパパパパ,パ言って、ちゃんと善光に聞いたのかよ。 聞かないよ。いや、聞かなきゃわからないだろ。本当バカだね、この人はい。いいんだよ。あの、いいか、ね、落ち着きない、いいんだよ、ちょ。いいから、てめえも落ち着け。お前さんが落ち着くんだよ。本当に、ま、ごめんね、善光。びっくりしたろ。実はね、今、お前の話をしてたんだよ。本当によく働いてくれるって。ついちゃうね。いや、お前が嫌でなければよ。嫌でなければ。 うちの花を嫁にもららってくれたいいいなっていやだからねうちの婿になってくれたらこんなありがたいことはないなって今この人と話をしてたんだけどねどうだろうねありがとうございます。いええー、の今あのびっくりしまして親方にもおかみさんにも 何から何まで世話になっておりましていつかご恩返しをしなくちゃならねえと思っておりましたそのご恩返しの真似事もできねえうちに婿にしていただけるありがとうございます国の,国のおじおばに話したらどんな喜ぶか分かりませんこんな足のようなものでございますがどうぞこれからもえよろしくよろしくお頼もうします」。 そうかい。い,いんだね。どうもありがとう。ほら、ご覧よ。善行は承知してくれたよ。涙流して喜んでくれたじゃないか。<laughs> えーえー、そのようですね。善 <laughs> 行まあ、そういうことなんだよ。これからもな。 一つよろしく頼むよ。はあ、<laughs> せがれや。何がせがれだよ。まだ式も挙げてないじゃないか。これからいい詩を選びまして、タコサゴやこの裏船にと、めでたく夫婦になりました。こういう男でございますから、初体を持ったところで夫婦仲の悪いわけはございません。前にも増して一生懸命に働く。雨が降ろうが風が吹こうが、 「1>, 1年365日年中無休っ圧やつでございますさあそうなるってえと今度は親の方がまあ心配をしたりなんかするんですなおい善光善吉やあ,あちょっとこっち来いええ話があるんだああちょっとそこに座ってな <laughs> いやいや小言じゃねえんだよああおめえが本当によく働いてくれるんでな俺もばあさんも喜んでんだいや喜んじゃいるんだがな おめえ、たまには休んだらどうだ。ええ、車だってそうだ、油はささねえってえと動かなくなっちまうだろう。人間の体もそうだよ。おんなしだぞ。時々は休め。ええ、よし、今日は花が咲いたから花は見に行こうとか、店だって時々は休んだっていいんだよ。あよし、今日はなんか表へうめえもんを食いに行こうとかおめえ、それからな、気晴らしもしなくちゃだめだん。芝居を見に行くとかな、まあ、渋谷なんてならどうってことはねえが。 ああ毎晩寄生行って話を聞くぐらいのことをしねえってとな、人間になり損なっちまうぞおいえ。ええだから、時々は休めってんだよ。どうえお父っつぁん、ありがとうございます。ええー、あの、お言葉に甘えるわけじゃございませんが、お父っつぁんにお願いがございまして、んなんだいえ、あの、一度お暇いただいて、 国っっててて墓参りりししと思っておりましたそれからおじおばにも会って今度のこといや手紙は書いちゃおりますが一度ゆっくり会って話がしてそれから身の上願掛けしたっきりになっておりますんで段ほどきに行かなくちゃいけねえと思っております。お父さんにお願いをしておしまをいただこうと思っておりました。ああそうか。 いや、こら、おめえの言うとおりだな。いやいや、お父っつぁん気がつかなかったよ、そりゃ。えおい、さぞ気の利かねえ親父だと思ったろ勘弁しておくれ。いやいや、行ってこい、行ってこい。いいんだ、いいんだ、いいんだ。店なんか一家何十日休んでも構わねえやな。な、行ってこい。えな、なんだよ、お花。あ何、口ん中でぐじ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 言って、なんだよ。うん。この人にとっておじおばなら、あたしにとってもおじおばです。 そらそゃうだよ、当たりじゃねえじねか、うん。<相手> <laughs> 何を言ってやるおじさんおばさんに会いてえんじゃねえんだろえ善吉のそば離れんのが嫌なんだろおいおい善おい吉こらあな足手まといになるただ荷物になるがな一つ一緒に連れてってやっておくれなお父っんからも頼むよえなんだよおばあさんうるせえな何口の中でぐち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 言ってんだよあ何この子にとっておじおばなら 私にとっちゃ兄弟だ。相手、な、においってやんだよ。おめえの出る幕じゃねえんだん、むちょそっち引っ込んどろとに、まったくばあさんもしょうがねえ。で、で、い、いつ立つんだうん。明日おい、早えな。ああ、そうかそうかそうか。いや、こういうことは早えほうがいい。思い立ったが、吉道なんていうことを言うからな。よしよし。じゃあ今日はな、早く支度して休んだほうがいいや。おとっつぁん。 おはようございます。おっかさん、おはようございます。おお、来たか来たか。上がれ上がれ上がれ。ああ、なんだか知らねえがな。ばばあが夕べっからガタ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 してやんだよ。なんだ、何してやんだろうなと思ったらな。<laughs> 赤いご飯え。赤飯を支度してくれたよ。立ち祝いだってさ。えそこへ出てんだろ。たーんと食ってけ。ばあさん喜ぶからよ。えおお、お花。ちょっとこっち来い。そこへ座れ。いいか。おめえは旅は初めてだ。ああ 一人娘でわがままに育ってんだ何でも全吉の言うことを聞かなくちゃだめだぞ。いいな、うん。それからな、はぐれるようなことはあっちゃいけねえ。全吉のそばは離れねえようにして。な。だ <laughs> まあ、もっとも俺が言うまでのことはねえや。などうせ全吉のそばはピタっとくっついて離れやしねえんだろ。うん。<laughs> 赤くなるやんっておいえ、小塚やるかああ。そうかそうか。うん、おい全吉。全吉どうしたおい。 箸と茶碗を置いて、もういいのかえお腹いっぱいですそんなことねえだろう。お父さんお前の腕前知ってんだぞ、え？え三年目とは違う <laughs> そうかもしれねえや。じゃあな、ちょっと立ち上がって、二三度その辺ぴょんぴょん跳ねてみろ。な、隙間ができてまだ減るかもしれねええ茶袋じゃありません <laughs> そりゃそうだな、ええなんだどうするあ。 ああ、そうか、出かけるか。ええー、じゃあな、水がかわるから、えー、気ぃつけて行ってこい。ちょいと、おみっつぁんにおたけさん、ちょっと出といてよ。何があってごらんよ。珍しいじゃないかさ。豆腐屋の若夫婦どっかに出かけるようだよ。な、なんだい、なんだい。あ あらまあちょいと珍しいことがあるじゃないかね縁日だって出たことないんだよまあ今日はなんか旅びじかなんかしてどこ行くんだろうねちょっと聞いてみようかちょいとぜんきっつぁんぜんきっつぁんこんちおそろいでどちらへ お参りがんほどきはいということでえー「幸福」をお届けしてみました忘れてるね結構ね、えー、でもまあこうやって一回何かやってみるっていうと なんか思い出すもともと、ねえーまあ、これは、まあ、ちょっとランダムでポイッとつかみ上げてみたは見たんですけどまあまあ別にまあそうですねあんまり季節関係なくやったりもしますけれども本当は、まあ、最初の舞台といいますか、えー、季節がちょうどおえい式の頃で10月の中頃でしたっけね。 そのぐらいの時期まあなんとなくえー、匂いも話が持ってる匂いがね、えー、秋な感じもいたしますけど、まあ、この花粉で喉がヒリヒリするこの季節にあまりやる感じの話ではありませんけれどもね、まあ、とにかくランダムにピュッとつまみ上げたので、えー、お届けしてみました、えー、そろそろお昼がやってくるそんな時間ですかね、えー、お付き合いいただきましてありがとうございます、えー、感想などは えー、まあそうですねよければ、えー、ツイッターにいただきましょうかツイッターの「ハッシュタ三之助」S A N N o S U K e、のほうに、えー、音質も含めて今日ちょっとそのハイクオリティ配信っていうのを初めてやってみたのでそちらも含めて、えー、感想をいただけるといいなと思います。それから私はいろいろネット上にもホームページがあったりとか。 そのホームページでも手ぬぐいの販売とかもやっておりますんで、えー、この時期の、えー、大変なこの我々の状況にお,お助けをいただけるととても助かりますな、えー、ぜひホームページなども見てみてくださいそれから YouTube チャンネルもございますいろんなところで柳家三之助と検索をしてい,ていただければいろいろ出てくるようになってますんで、えー、よかったらお付き合いください、えー、それからですね 3月の8日ですからこの週明けの月曜日、えー、落語会がございまして目黒の専属にございますプリ,モプリモ芸術工房というところでプリモ寄せ、うん、プリモ落語会というのがありますので、えー、これ7時からなんですけれども、あのーまあ、今こういう時期で相変わらずあの緊急事態宣言も、うん、延長になってしまいましたので、えー、配信も同時に行います。 これもプリモ芸術工房というホームページがありますので検索してたどり着いていただければ配信チケットの販売なども行っておりますのでぜひよろしくお願いをいたしますそれから翌日の9日これまた夜8時から毎週定例で行っております柳屋ボタンさんとのおしゃべりこれはクラブハウスで行いますのでよかったらよろしくお願いします えー、まあ私のことをこうピュッとフォローしていただければクラブハウス上のことはまあお届けできると思いますので、えー、これからもよろしくお願いしますということで、えー、今日の稽古老恵もう何度目とか数えるのやめたんで、えー、また突然、えー、スタートすると思いますんでよろしければまたお付き合いくださいそれでは皆さん今日の土曜日ご機嫌にお過ごしいただければと思います さようなら。